こんにちは、マースケチャンネルです。今回のですね、個展の最中にですね、時間がね、だいぶね、人が来なくて、暇がね、できると思って、るので、その間に暇つぶしのお絵かきをしようと思い、まあ、2週間ほどありまして、1週目は水彩画、2週目は色鉛筆画を描こうということで、準備しました。で昨日からね個展が始まりまして、まずは水彩画の方に取り掛かりました。下書きは鉛筆の2H で、描きます。はい、で下地塗りなんですけれども、まずね、遠くの方の、建物、それから下の方のこれね蓮田なんですけれども、下の方の水の色、空が映った水の方を薄塗りでね、薄く塗って、下地塗りをしておきます。はい、で建物の方に書き込みをしていきます。下地塗りのところから今度はね窓枠ですとか、まあ、屋根ですとか、そういったものをに色をつけていきます。はい。で、ね、下地塗りが終わり、窓枠をかけ始めたら、まだ今度は遠くの方の建物、それから、遠くの方の樹木、それからね、下の方の、なんていうんですか、地面といいますか、雑草なんかをこうね、書き込んでいきます。はい、遠くの方の景色が書き込み終わりましたら、今度は手前の、水を引いた田んぼですね。この状態はですね、まだ田んぼにね水を引いたばかりなんですよ。だからね水の量が少ないんですけれども、これから雨が降ったりしてね、きっと量が増えたりするんですが、次の最後の、完成のところでわかりますけれども、田んぼの方にね、まあ、石灰なのか肥料なのか、なんか袋がね遠くの方にいっぱい置いてありましたね。はい、これで完成です。手前の方にはですね、よくハスだなので、ハスを入れてこうね、ずっとこう土の上をこう滑らせて歩く、なんていうんですか、ソリみたいなね、ものがこうね逆さまになって置いてありました。はい、でね、ここの建物の後ろ側のところがいわゆるここなんだ、国道じゃないか県道ですね、なんですけども、その裏、ちょっとまあ俺がねずっとここの道を通ったもんですから、まあこっち裏側だっていうふうに思ってましたけれども、今ではまあねそっち側行かないので、まあ裏側から、当時のね自分が思った裏側の面の方から、望んでいる形なんですけども、この辺めったにね行かないので、ね、こんな景色があるんだなと思って、あ、じゃあちょっとこの辺、お絵描きしてみようと思って、描いてみました。でね、今日はねマラソン大会が地元市内で開催されまして、ところどころ通行止めになりまして、施設のね館長さんがですね、今日はマラソン大会で、人が見込めませんよということで、確かにね、ホウジロって鳥、野鳥のね声がよく聞こえるほど静かでしたので、お絵かきの方がはかどってしまいまして、暇つぶしで描く予定だったのに、集中したらねすぐ終わってしまいまして、今日中に終わってしまいました。ということで、次回からは、暇つぶしのお絵描きの第2弾ということで、色鉛筆画を、描き始めます。この調子だとね、もう2週間もたたないと思いますが、その時はねまたちょっと下地塗りじゃないお絵描きのネタをね、まあ、用意してみようかなっていうふうに思ってますけど、そこまで果たしてできるかどうか。はい、というわけで、今回は、個展の最中の、
暇つぶしお絵描きということで、つくば市の蓮田の風景を描いてみました。この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。